さあ今日も行ってみましょう日本人の怒りチャンネルです大事な日本を将来に繋いでいくためにも今日起こったニュースを検証していきましょう 二つ言ってみましょう1本目は河野太郎なんですけども特捜部がとどめを刺しました、まあ、あの正確に言いますと毎日新聞がとどめを刺したんじゃないかって話なんですけども麻生派でも裏金、ね、これねもう日ッも察知もいきませんよさあそして2本目なんですけども皆さんこれ見ましたかね私は生で見ていてもう顎が外れたんですが明海大学の小谷教授なんですけども領空侵犯ありましたねあれはね過失だって言うんですよこれはもう絶対に理解不能な発言私ねこの発言があった後にもう体感したんですけども パイロットですよね実際に戦闘機に乗ってたパイロットに聞きましたミスはありえないと言ってましたよさあこのあたりもね後でお届けしましょうさあまず最初なんですけどもこの麻生派で裏金認める初の証言元所属議員秘書が特捜部に供述ということでさあこれ毎日新聞なんですが結論はね下ですはい下の赤枠自民派閥の政治資金パーティー裏金事件では安倍二階岸田各派が立件されたが麻生派での裏金の存在を認める証言が確認されたのは初めてということなんですよあの もうちょっと前まではね、この麻生派では裏金、まあまあ、怪しいとは言われていたんですけど、なかったと。まあ、それもあったもんですから、この河野太郎さんというのは、この裏金について厳しくね、対するとか言ってたわけでしょところがですよ、麻生派でこういう人間が出てしまったらどうしますか、今までの言葉引っ込めるわけにいきませんよね。はい、ということで、進むも地獄、戻るも地獄ということで、これ、河野さん、相当困ってるはずなんです。さあ、これ、内容、これね、刑事裁判の確定記録は、毎日新聞記者が東京 地に閲覧を申請しししし開示されたたたととと、まあ、だから毎日新聞がということでしました供述したのは17年当時、これそら浦市、これ衆議院議員ですよ。事務所全体の資金管理をしていた元公設秘書。うん。えー、22年12月6日付の供述調書によると、元秘書は検察官に対し、事務所にその見解口座というね裏の口座があったと明言しました。明言したと。で、政治資金収支報告書に記載せずに、選挙などに自由に使える資金を積み立てるため使っていたと説明したと。 これ思いっきしも裏金と言ってますよね今自民党のねこの前江藤清志郎先生なんか言ってましたけどもそもそも裏金という表現がおかしいんだって言ってましたがこれ見ると明らかに裏金じゃないですか裏の口座ってことをね明言していると言うんですよだけどねこれどうします河野さんえらいことになったと思いますよ今説明しましたように裏金のねあのお金ってのは全部返還させるとは返金させるなんてことを言ってましたあれは麻生派にはこういう対象議員がいないということ とも念頭において強くに出たんですけども、あの発言をした後にこういう形で麻生派の議員がやっていたとどうでしょうかね。これ、河野さん完全に私はね。も終了だと思いますよ。で、そうでなくても、これあそう。あの河野さん、なんかわけのわからんないこと言ってましたよね。結局総裁になるまでは麻生派に所属するんだけども、総裁になったら麻生派出るとね。これはね、えー、めちゃくちゃ都合のいい話でございまして。総理になるまで総裁になるまでは麻生派の皆さん。 団結してボクちを応援してねとその代わり総理になったらもう知らねえよと常識じゃありえないんですけどもこんなことを言って大反発を食っておりました、まあ、私はねあの発言の瞬間にも総理の目は完全にないと思ったんですが今回の,この裏金のこの話でほぼほぼ終わりだと思いますよねで元秘書は取材に対しまして380万円の件は覚えていないが検察には資料を見ながら話したと。 派閥のパーティー収入から分配された金なら還付金しかないと説明その浦氏は代理人を通じて全く知らないとこれ議員本人だけども全く知らないと回答したはいおしまいということなんですけども、まあ、この先分かりませんよ今ここまでしか情報がないんですけどもとにかく言えることはこれで河野太郎さんはもう完全に辞エンド終了ということでしょう今のところねこの記事出たばっかりのものですから大きな話題になってませんが私ねほ、ねうん、あのブロック太郎とかああいうの まあワイドショー的には面白いんですけれどもこっちの方がが、ね、大事だと思いますね。完全に私は終わったと思っておりますよ。そして、ね、終わったことがもう1個あるんです。 これもね、なんかひどい話なんですけども、さあ、見てください、赤枠、自民党総裁選、河野太郎氏、解雇規制緩和に意欲と、流動性高めるためと、はい、こんな形で X にね、いろんな人がこうやって書いてるんですが、記事はこちら、有料記事だもんですから、ここだけ皆さんにお見せしますけども、河野太郎さん、解雇規制緩和に,緩和に意欲と、ね、でね、これ、何がずっと書いてありますと、例えばこういうことです、これね、河野さん、よく言うんですけども、例えばですよ、 ブラウン管の,あのブラウン管ですよね。あれを作っている工場があったとします。ところがブラウン管テレビはもうなくなっていきますので、その人たちの仕事なくなっちゃうと。そしたらね、簡単に首を切れるようにしましょうと。で、その代わりその人たちには教育を受けさせてね、そして新たな技術を身につけてもらって、適材適所に就職できるようにしようと。こうすれば人口といいますかあの、労働人口ですね、これが流動的になって非常にうまくいくと。今はなかななかかか簡単に首を切れないもんだから こういうところで人が止まってしまう。え、そして、えー、この雇用者としましてもね、簡単に人を雇えないから、ああこう就職に困ってしまうんだと、そういう理屈を言うんです。ただね、ただね。 これは皆さん騙されてはだめですよ。私はとてもそんなふうには思えませんでした。なんで河野さんがこうやってね、簡単にこう首を切っていこうと、こういう政策取ろうかということなんですけども、もしですよ、まあ私がね、この雇用者側、まあ社長だとしましょう。そうすると、この法律ができれば簡単に首切れますよね。今は日本人を雇ってます。はい、簡単に首切りますと理由をつけてと。そしてそこに安い外国人労働者をダーンと入れれば私は儲かると。 どうですかねこちらの方がおそらく狙いだと思います。絶対こっちの方が筋が通ってるんですよ。で今の段階ですとねなかなか簡単に首を切ることはできないもんですから困っているんですけどもこうやって法律の裏付けがあればどうでしょうかはい簡単にできちゃうまいしまうじゃないですか僕はねそっちのは可能性高いと思います。まあもちろんこれにはね河野さんも反発もあるとは思うんですけども私は河野さんの今までのいろんな動きを見てますとこういう裏があるんじゃないかと思って真っ先に頭に出たのがこちらでございます。 だからさっきのね、裏金事件の話もね、麻生派から出ました。そしてね、このね、解雇規制緩和に意欲ということもやってるんですけども、まあ、こんなことやっててほぼ終わりな気がしますね。えそして、さらにはね、はい、これはもういろんなところで側面攻撃されてるんですけども、いろんな番組に出ては、この X の、まあ、ブロック太郎ですよ。で、これは散々言ってるんですけども、まあ、通用しませんわね。今、大慌てでブロック解除太郎に変身しつつありますけども、これは火に油を注ぐ結果となるだけでございまして、話題を提供してるだけですよ。 もうそれだけブロックしてるもうね満単位でブロックしてる可能性が高いもんですからこれを全部解除するというのは私はほぼほぼ無理ゲーだと思いますけど皆さんどうでしょうかねでさらにはこれアベンタマータイムズに出ましてね次の質問どうぞ所轄外だを連発これについてこう説明をしたってことなんですけどもまあこれも簡単に言いますとまあしどろもどろということで、えー、話にならないとだからねコーナーさんねうん今まで自分がやってきたことがまさにですねブーメランとない って帰ってきたということでこれはね新たなブーメラン王の誕生だと思いますよねはいこの自分がやったことがねこうツけが回ってきたとよく言いますけどもこれほどこの言葉が似合う人は私は他にはいないと思います さあそしてお次はねこの明海大学の小谷教授なんですけどもこちらの方というのは今回のウクライナ戦争が始まってからちょこちょことテレビに、ね、出てコメントをするとで顔色1つ変えずにですね小さな声でぼそぼそっとしゃべるということでうちの日本は、えー、この人何言ってるか分かんないといつもこう不評なんですけどもあのまあまあねあの専門家ということになります。ただです、ね、いいですすねいいか今回私ぶっ 飛んじゃったんですけどもこんなこと言ってるんですよこのテレビね私生で見てました生で見たから本当によく覚えてるんですけどもえーと思ったんですよねはいここに書いてありますけども政治的意図はないとあの例の領空審判ですよ政治的な意図はない技術的なミスであるとこういうふうに言い切ったんです えっともうねちょっと何言ってるかわかんないていうのはもうこれが私の、ね、正直な感想なんですけども本当にね耳疑った顎を外しましたよあの淡々と言うんですよ、今回のことに関しましてはあこれはね政治的な意図はないだろうと技術的なミスが高いとで理由はもちろんね先生言ってました、こういう理由なんですよ、この近年なんですけども偵察機が結構日本の領空ギリギリまで来るようになっていたと。 ね、昔だったら結構離れてたんだけども最近ギリギリまで突っ込んでくるようになってきたとだから今回の戦闘機に関してもギリギリまで攻めてくるようになったんでうっかり出ちゃったんじゃないのとそういういことを言ってるんですでしかもね小谷先生のおかしいところというのはこのうっかりミスの可能性が高くて政治的な意図というのはないとほぼないであろうとあの,あのなんて言うんでしょうね政治的な意図の可能性もあり技術的なミスの可能性もあると何とも言えないぐらいならわかるんですが政治的な意図というのは まあ、ちょっと考えにくいという言い方をしてるんですよ。なんかね。 いくらなんでも中国の肩を持ちすぎだという気がするんですけど、私ね、この考え方間違ってますかね、皆さんどう思いますで、私、このことにつきまして、えー、知り合いに聞きました。この,あの話聞いてですよ。小谷さんの話を聞いてからすぐにですね、ある人間に連絡を取ったんですよ。で、この人物というのは昔、戦闘機に乗っておりました。でね、今、体感してます。もう今、体感してるんですけども、戦闘機に乗っておりました。膨大卒の人間でございますけども、聞いたんですよ。私ね、テレビでこういうのがあったんだけど、 こここれれってどう思う思ととと聞きままましししたたら彼即答答えんははそないいがででございますでね現役のといいますか昔ですよ乗ってたパイロットが言ってたんですけどもこれね、えー、訓練では当たり前なんだけどもとにかく気を使うのはまずはね墜落しないことこれは当然です、えー、これはまあミスですよしないこと当たり前なんだけども領空を侵犯しないということは徹底的に叩き込まれるし少しでもねいわゆる敵機敵 国と言いますか隣の国の領空が近づいてきたらものすごく緊張するんですってだからね何回も何回も景気を見て本当に今俺は日本の領空を飛んでるだろうなと万が一でもね間違って入ってしまったらとんでもないことになるとで撃ち落とされる可能性もあるわけですしひょっとしたらねことんでもない国際紛争になるわけでしょ、えー、中国が、ね、日本に入ってきても日本の政府はだらだらと言ってね遺憾に思うと言って遺憾法ですけどもこれ逆やったらどうですか もう明らかに内閣が吹き飛ぶぐらいのことになりかねないわけでしょ。だからすすごい慎重なんです でえー、つまりね普通であればぎりぎり攻めるようなラインを飛べるんですけども結構離れて飛んでとにかくねそういうね偶発的なミスを起こさないとこれ徹底するらしいんですよで、えー、このパイロットというのは日本だけじゃありませんけどもこれどこの国の空軍に行きましてもエースと言いますかこれってエリートなんですよみんなパイロットになりたいんですけども簡単になれないんですねだから日本においても本当に一部の優秀な人間がこの戦闘機能になれるとまあこれが実際のところでございます だからね頭脳も明晰だし体力もすごいしね判断力とかそういうことも全部調査した上でなってますだからそんな人間がねそんなミスしないとで現実論として日本のこの空軍のレベルというのはものすごい高いって言ってましたで中国は日本より劣ると技術でこれは間違いないとただいいですかここからですよ ただ確かに中国軍の方が日本のパイロットよりは技術は落ちるとは言っても中国においてもやっぱりエリートなんですいくらね中国軍のパイロットが日本より腕が落ちると言ってもそんなことは絶対にありえないとだからねこの小谷教授の話をしましたらそんなこと言う人がいるのかとそれはおかしいだろうともう言って 両談でございましたよねはいどうでしょうかねだから私もね小谷さんの話を聞いていて実に不自然だと思ったんですけど皆さんどう思いますかねさあそこでちょっと話変わっちゃうんですけども、えー、昨日私はこの小場さんのですね小場ホークさんのこの生ライブ配信を見ておりましたで今の話もですね、えー、これチャット欄で質問に上がってきたんですよでこの小場さんというのはまあ保守ということになってますからこの前の領空心配についてどうですかみたいな話もあったんですけども あの正直言いまして、大した、ね、答えは返ってきませんでしたね、すでに発表している答えを上回るものはありません、毅然としたる対応が必要だみたいな形で、まあ、あれはね、うんまあわざとやったのか、それともね、たまたまそういうふうに軽く答えたのかは知りませんけども、今から総理大臣にしようと、ね、なろうとしている人間がね、えー、そんなことではと思いましたね、これに関しましても。そしてもう一本ね、今日はついでにね、この話題もお届けしておきましょう。例のこののここ写真何回見ても胸クソが悪いとこの男でございます けどもこんな写真を撮ってあそこに落書きをしてそして無事に中国に逃げ帰って成功とやりましたら8月27日にとっ捕まって拘束されたとこういう流れがございましたところがなんですけどもこの「デイリー新を見ても分かりますけどね、えー、この男見かじめ料とか数百グラムの金を要求靖国時代落書き中国人の凶悪な素顔と、まあ、それでも日本政府が逮捕できない理由ということでこれパッと要約しますと、まあ、この男はね、まあ、いわゆる札付きの、まあ、ゴロ付きみたいなもんでね 中国人からもああいつかと。 またあのバカが何かやってるわという、まあ、そういう扱いと日本版ヘズマ竜みたいな、まあ、こういう形になっているんですけども、まあ、この男中国で拘束はされましたところがねそのね違法行為の常習者ではあるんですけどもこの上見てください逮捕後中国の SNS ではこれ「鉄頭」っていうのかな、うん「化けの皮が剥がれた」などとする声が多く見られた反面靖国神社への不法行為を咎める声はなく現地の公安当局も靖国の一件は捜査対象に すすら挙げていないなとと聞きますとつまりこういう形でパクられても靖国への狼藉行為は関係ないよとあれは別にやっても構わねえんだという誤ったメッセージを送りかねないとところがですよ敗した現地での逮捕を受け林寧法政林法生官房長官は 法律を踏まえ適切に対応していくと記者会見に述べたが具体策については言及しなかったとはいこのざまでございますいかがですかねさっきの小谷教授の話からねまあ、ここに繋げたわけなんですけどもなんかおかしいことだらけなわけでしょあちこちに妙な人がいるとだからね今度総裁になってもらう人というのは今回に一件ついてバシッとね本音で言ってもう許さねえぞお前らって言ってくれる人え、そして靖国神社の参拝は当然する人もうこれ これね高市早苗さんしかいないんですよ、いいですか、あこういう形で、ね、今回、非常に重要な選挙になっております、妙な人たちいっぱいいますからね、皆さん、ちゃんとチェックをして、ですねおかしいと思ったら、もうどんどん声をね上げるようにしていきましょう今日の動画が良かった方は、いいねボタンとチャンネル登録、そして共有拡散もよろしくお願いいたします。またメンバーシップも是非ご参加くださいそれでは